か使えれれば幻のキャラクターを、うん、やっぱり柳瀬先生のキャラクターってこそのでしょうね。それがほら1体とかいう話ならよね、やっぱ20体もあるし柳瀬隆がって、その中へ、うん、スタジオに何かあるかもしれないですよね、うん、もう先生が生きてくださってれば、うん、書いてくださったと思います。それはもう、まあ、間違いなく喜んで書いてくれたでしょう。まあ、柳瀬亡くなりましたが、柳瀬スタジオっていう柳瀬の事務所の方は今も活動されていますので、まあ、また何かチャンスがあればそういった動きにつながれば、まあ、対談も楽しみにしていたいと思います。